3、2、1、スタート。画面左上ワンピー側、二課長さんがまずスタート。さあここから続々と今回はスタートしますね。ケイトリさん7秒後、ひよこさん15秒後、 SKT さん23秒後となっております。この4名続々とスタートします。さあひよこさんも今スタート。さあ画面左下最後、ワンピー側で最後のスタートは SKH さん、そろそろスタートのはず。さあ SKH さんがスタート。これはまだ三課長さんレベル23ですから、レベル差ない状態で最初から戦わなきゃいけない、ちょっと緊張感がある、2回戦となっています。ちょっと時間が空いて、カンさんもうすぐですかね。はい、カンさんスタートしました。 LA2P カンさんスタート。これからまた早いですよね。そうですね、次 S ケンさんがカンさんと13秒差。さあ今回ちょっと慌ただしいスタートと。そうですね、さあ S ケンさんも今スタート。画面左上 2P 側。さあ次、この次コウさんが1分8秒、S ケンさんから16秒後 で、その2秒後に773というで全員です、ね、さあこの9分台の2名、あ9分台じゃない、は9分台を切りを達成している2名が、さあ今、さあ今コウさんスタート後、スリーセブンさんもスタート。さあもう8名揃いました。早いですね。お、ちょっとケントリさん危ないですね、これ。ケントリさんどうしたんだ。あー、しかし、ま、一応 4段分のマージンあった。しかしちょっとここはちょっと立て直さないと厳しいですね。これ直さないと厳しいですね。さあ二課長さんは、ケントリさんには遅れを取りましたが100を通過、地形は綺麗。あー、手にひよこさん100通過してますね。で、スケイチさんが今100を通過。さあ危ない人は今んとこ大丈夫ですね。ケントリさんもちょっと落ち着きましたかね。しかしちょっと棒がいる地形にはなっている。棒がちょっと2、3歩必要ですね、これ治るまでも。さあカンさんが今100を通過しました、5番手。さあちょっと S ケンさんがちょっとツモに恵まれずレベルストップを、レベル 2,3 しましたが、さあ7773とコウさんはもう7773がもう、そうですね、先に来ました。今100通過です。まあこの2名はもう速さもお墨付きですので、この2人がどこまでどこまで後方を詰め寄るか、これ本当にね、先にプレイしている人にはもう脅威なので。はい、20時ぐらいで結構近くで絶望しか見えなかったりしますね。もうなんとか私ぐらいのレベルでも頑張って抜き返そうとはするんですけど、相当厳しい。さあどうだ。さあ現在トップはなんか3人が並んでる形になってますね。ひよこさんとケントリスさんと二課長さんほとんど同時に250を通過して、まあ、それにレベルわずかに10遅れること SKH さんというふうになってます。序盤から熱い戦い、これは300通過最初誰になるのか本当にわからない。ケントリスさんも最初ちょっと崩れてのちょっとずつ回復して、いやなんとか立ち直ってきましたね。でもまだトップ争いですので、ここはさあ、ひよこさんが最初に300を突破した。そしてケントリさん、ケントリさん、そして二課長さん、それに SK さんも加わってきた。追い続きました。さあ熾烈なトップ争い、トップ争いは熾烈ですね。そして2グループも、さあ2番手集団、第2グループもカンさんがそろそろっていうところでしょうか。カンさん今300を通過、そしてそれを虎視眈々と狙う S ケンさん、S ケンさん通過しました。さあ7773が早いですね、調子いいですね。7773はもうすぐここで300通過、2分59、しっかり3分を切ってきます。7773には若干遅れてしまったが、なかなかいい感じで今300通過です。いい赤棒でした、ちょうど300になる。これはでも分かんないですね、まだまだコウさん本当に後半力本当に高いので、20時までこの差でいくとわからないですね。さあ現在トップはひよこさんとケントリさんほとんど同時でしたね。ちょっとただこの2人は地形がそんなに盤石ではない、それを三課長さんが追う。三課長さんは地形盤石。さあ SK さんもちょっと、ね、SKH さんでも SKH さんの方が三課長さんより先でしたか、はいはい、いやここ突破争い本当に熾烈です、本当に接戦ですね今。
これ本当にワンミスでちょっと結構離されてしまいますから、はい、あーちょっと SK さんちょっとミスが細かいミスが立て続けに、さあ SK さんもちょっと高いがこれは問題ないですね。三課長さんの地形も高いのがちょっと気になります。そうです、ね、結構目まぐるしく状況変わってきますね。あでも安定は安定してます、してますね。さあ 20G どうやったら、あー三課長さん蓋をしてしまった、ライン消えないラインだった、厳しい、ちょっと厳しいですね。さあケントリーさん安定してきましたね。さあこれ最初に500を通過するのは誰になるんだ、ケントリスさんだ。ケントリスさん500を通過、画面右上アンピー側、ひよこさんも今ひよこさん2番手で通過、画面左下 SKH さん、SKH さんとミカチョさんほとんど同時、 SKH さん画面右下アンピー側で、ミカチョさん画面左上アンピー側です。そうですね。3番、5番手争い、5番手争いはカンさん、カンさん、そして S ケンさんも通過した。カンさんと S ケンさんが ほとんどタイム差がない。そして777さんも来た、777さん、 S ケンさんとレベル13ない程度だったでしょうか。あ、ちょっと S ケンさん苦しい状況になっている。どうだ S ケンさん、ここはなんとか棒を引いたが、 S ケンさんちょっと苦しい、まあ、地形は悪くない。あ、しかしこれは塞いだ直後に来る棒という初代ならではの、しかしここはうまくさばいてる、ね、ここはでもなんとか復活しそうか、復活できた、ここは復活しました。いやしかし棒持っていけない形。さあトップのケントリス、あー刺さった、あーケン、あのケント、あーっと SK さんも、あーさあこれはちょっと今 SK さんレベルがいくつだったのか、580台でしたね。さあちょっと一気に2人窒息してしまった、ケントリスさんも危ない、危ないぞ。さあちょっと一気にちょっと不運気を告げる展開になってきました。しかしなんと、いやこれは棒を突っ込んでも消えない。さあ現在ちょっと整理しましょう、状況整理しましょう。今トップはケントリスさんですが、かなり状況が苦しい。2番手争いが三課長さんとひよこさんがほぼ横並び、それをでも3番手、いやカンさんと777さんとコウさんが並んで、コウさんが巻き返してきた、コウさんが77さんに追いついてきた。ここはさすが8分台プレイヤー、この後半力すごい、いつの間にちょっと777さんが地形が苦しいので、その間にといったところなんでしょうか。さあこれ一気に勝負がもう上位と下位がもう本当に団子状態になってきましたね。さあケントリスさんが今700を通過、なんとか復活してきた。さあで2番手に700を通過するのは今、ひよこさんと二課長さんが同時に通過して、そしてカーンさんも、700を通過してきた。しかしそれをコウさんが今700を通過。さあ777さんとレベル10を離したが、777さん状況が苦しい、これは大丈夫なのか。なんとか切り崩していくが、左に棒を持っていけない状況で、まだ削る、まだ可能性は、これは苦しい、これはどうだ、まだわからない、まだ削れる、さあどうだ、まださあ厳しい状況で、これは諦めない、あでもこれは棒回せない状況だった。733、さあこれで、あ現在生き残っているプレイヤー5名、あと1人脱落という状況になります。ね、現在状況は780台が1人、2人、3人、4人、5人、いやもう5人とも780台だった一瞬。これ800は、おカンさんが1番で通過、そして二課長さん2番、3番手に、あケントリスさんとひよこさん同時、そしてコウさんも通過した。さあ一気にこれレベル差10ないですよ、これほとんど一緒。ちょっとカンさんが若干リードしているが、カンさん唯一、2人残り台なので、 2P が、レベル表示が消えている不利がある。これちょっとこの 2P 側というのは痛いかもしれない。さあ現在レベル840で1人、2人、3人、4人、5人並んでいる。これはすごい、これは一体どうなってしまうのか。これはすごい展開になってきました。地形を見るとでも皆さんそこそこ綺麗ですね、現在生き残っている5名は。地形は比較的綺麗な、ここまで復活してきています。870台で5人並んでいる、880台、ちょっとこうなってくるとカンさんとコウさんがちょっと有利か。これはコウさんが一気にトップに躍り出る可能性も、いやカンさんが1番手、そしてコウさんが2番手には躍り出た。3番手はさあ3番手は三課長さん、そして4番手ひよこさんだ、
ケントリスさんとひよこさん、ケントリスさんちょっとレベルストップが響いたか。そうですね、ここから一人脱落ですからね。いやそうですね、ここはまだちょっと油断できないですよ、はい、これちょっとでも二課長さんちょっと真ん中の地形が高くなっているのが気になっている。気になりますね。さあ他の方は比較的綺麗おっと、しかしカンさんが地形がちょっと高い。乱れているが、これはまあカン君ならではの、あうまい、青の処理はうまかったです。今しっかり対処しました。さあ960、コウさんとカンさんが今960台、はい、この2人がちょっと頭一つ抜けている。970台に突入して、かましてきたのはスターマンだ。これはコウさんとカンさんのトップ争いということになっているが、コウさんの方がやや有利か。地形はもう盤石だ。994、5、6、最後ちょっと棒なかなか引かなかったですが、コウさんさすが2着カンさん。さあ3番手は誰だ、3番手980台で3人並んでいる。さあどうだ誰だ、これはおケントリスさん3番手、はい、ニカチョウさん4番手、ひよこさん、ひよこさんわずかに届かなかったか。ちょっとでもこれはちょっとタイム差一応、ね、あの後で確認しますが。